AGS-17 プラミアはソビエト連邦が開発した自動的弾銃である。名称はロシア語で重火式自動的弾銃を意味するの頭文字を取った略称。愛称のプラミアはロシア語で炎を意味する。30X29mm 榴弾と小銃用 7.62X39mm 弾の対比 AGS-17。 が用いる敵弾は、西側諸国で主流となっている 40X53mm 弾よりも、光景が小さいボグ -17 破片榴弾である。ボグ -17 は、口径が小さいため、発射速度が速い。弾装は、30発のボグ -17 を、金属ベルトで連結した金属製ドラムを用いるが、球弾機構の構造上、実際には29発しか射撃できない。 射撃モードは、半自動、全自動、5発、バースト10発バーストの4種類から選択できる。本体後端の上側にある T 型ハンドルを引っ張ると、ハンドルにつながったワイヤーがボルトを交代させて、射撃位置となる。トリガーは、押し金式で T 字型のアクハを利用して、弾道を調整する。AGS-17 は、 改良型の AGS-34 のボグ -30 も用いることができる。西側のマーク19に射程で劣るが、重量は半分ほどで、持ち運びのしやすさ、移動の容易さを求めた設計になっている。本体の上部には、各射距離での弾道表が記載されており、アイアンサイトでは800メートルまでの照準が可能だが、2.7倍の バグ -17 光学照準機装着時には1700メートルまで照準可能になる。AGS-17 は通常 6T8 三脚過剰に設置した状態で不評が、用いるが走行戦闘車両の車上に据えることもできる。また、ヘリコプターの昇降扉に据えたり、艦艇上に搭載できるようにしたタイプもある。 ソ連の自動的弾銃開発は1968年に始まり、1971年に装備採用された。アフガニスタン進行では、装甲車両に肉迫するムジャーヒィーンに対して絶大な威力を発揮し、現地では BMP-1 や MTLB、BMD-1 に AGS-17 を搭載できるように、応急改造された車体が活躍した。 その後も、チェチェン紛争をはじめとした各地の極地紛争で広く使用されている。現在、ロシア連邦のブヤーツキエポリアーヌイ氏の網路と工場で制裁継続中であり、ロシア以外では、ブルガリア、ユーゴスラビアで生産されている。ザスタバブがマイナス30。ありがとうございます。